老师好，今天我们学习什么呢？今天我们准备学习中医的四诊：望、闻、问、切。望闻问切就能诊病，中医真是太神奇了。同学们好，我是中医汉语主讲教师包殿国。刚才的绘画都听懂了吗？接着我们学习第七课。 下面、おもかん、体的の翻刃内容。みなさん、こんにちは。私が、中医中国語担当講師の、ほうでんこくです。さっきの会話はわかりましたか今日は、第七課を続けます。次は、会話の具体的な内容を勉強しましょう。第七課、中医の万文文切、 シューのますか老师好今天我们学ー、什么呢今天我们准备学で、中医的四ー、シンサ切先生こんにちは、今日は何を勉強しますか今日は、中医学イのが好つまり、 目、心、梦、心、梦、心是心理这一点变望诊是对病人的神色、形态、舌相等进行有目的的观察，以测知内脏病变。如果脏腑阴阳气血有了变化，就必然反映到体表。目、心、哇、表、你、诺。 心、色、形、姿勢、下などを目で観察し、内臓の病変を設定します。もし、ゾーの引用機械に変換が起こると、必ず太平洋に現れます。文人、包括听声音和嗅气味の个方面、主要是听患者、语言气息的高低、强弱、清浄、 患者等変化。以分辨病情の虚実寒热。分身は音を聞くことと匂いを嗅ぐことです。主に患者の息の肯定、強弱、性格、環境などの変化を聞いて、虚実感熱を見極めます。次は注意の専門用語について勉強しましょう。 詩詩詩詩詩は人体の抵抗力と人体に悪影響を及ぼす病状の強弱を表す指標です詩は人体にとって必要な物質や気の機能の不足で体の機能の低下をもたらすことがあります詩は 人体にとって、不必要であったり、有害であったりするものの存在と、その病理の反応を指し、体の機能を停滞過方心を、過剰心をもたらすことがあります。文章、治問症状、通過文診了解既往病史、与家族病史、起病原因、 发病经过及治疗过程。問心は、小教科でし、問診を通じて患者本人宁気象症や家族の気象症および病気発生の原因や治療方針などを知ることができます。切诊指末脉象，切脉又称诊脉，是医生用手指按其腕后桡动脉搏动处。 介意体察、脈象、变化、辨別、藏風、耕能、胜衰、气血,血、緊急虚知的一种方法。死心は、脈を触ることです。脈心とも言います。お医者さんが指で、腕骨、胸動脈の白頭症を抑えて、脈症の変化を抗拒し、 臓夫効能の生成や気、血、心、性が滞るのを見極めます。次は注意の専門用語について勉強しましょう。気血筋筋気血 人、人、虚知。地とは全身をめぐるエネルギーであり、生命活動を持続させる各種機能の動力源とのことです。虚とは全身をめぐり、臓夫やその他の器官、組織に栄養を与えるとのことです。腎とは、うん、飲食物から得られた 栄養物質の中の液体成分で体内の生液の総称です。人とは成長、発育などの生命エネルギーのもととなる栄養物質、人生とも言います。虚治は不足で滞るとのことです。我们把 这四种诊疗方法叫做四诊，它是中医诊疗疾病的基本方法，望闻问切就能诊病，中医真是太神奇了。モシン、モンシン、モンシン、セシンの診診と呼び、中医的な診察方法 だけで病気を診察するのがすごいことです。注意は本当に不思議ですね。今天、私たちは中医の望、文、文、切。どうしたらいいか？今日は中医の母心、文心、蒙心、舌心について勉強しました。いかがでしょうかでは、那么本科の学習はここです。同学们、再见。 では、会話の勉強はここまでにしましょう。皆さん、さようなら。